廃墟の病院に出入りする例。私は子供の頃、横浜市の中で田舎にあたる地域に住んでいました。自然が溢れる場所だったのですが、その自然の中にはあまりに使わしくなく、昔病院として使われていた建物が廃墟として残っていました。もちろん、施錠されているので中に入ることはできず、そして、 入り口の前には車が数台止められるようなスペースがありました。夜になると近くの空き地や公園にはちょっと悪めの子供たちが集まっていることも多かったのですが、その病院の駐車スペースに人がいることは一度も見たことありませんでした。廃墟の近くには中学校があり、昼間は子供たちの声でうるさいくらいです。 病院の立地場所はメインの道路から外れていて、街灯も少ないこともあり、夜にはちょっと不気味に思えるようなところです。普段は夜にその場所を歩くことはなかったのですが、ある日、私の両親が用事で遅くなりました。早く帰りたかったこともあり、普段なら避けるその道を通ったそうです。夜の11時頃だったそうですが、 当然ながら他に人はいません。気味が悪いなぁ。と思いつつ、病院の前を通った時です。ザッザッザッ。サンダルをすって歩くような音が聞こえました。母は周りを見渡しましたが、前には誰もいない。もちろん振り向いても誰もいない。とにかく周りには誰もおらず、確実に 自分たち二人だけ。ちなみに父もこの時に同じ音を耳にしたそうです。言葉にこそ出さなかったものの、父の表情を見て母は同じ音を聞いている。ということを察知したそうです。その場から動けなくなって二人とも立ち尽くしていると、そのままその音は続きます。怖くなって、早くこの場を通り過ぎよう。 早く離れなければ、と思ったその時、風もないのに、突然廃墟の入り口から、ぎーっと、きしむ音が。驚いて入り口を見ると、白くぼやっとした人影が、スーっと、中に入っていったそうです。それを見た父が、まずいと思い、母の手を引き、急いでその場を離れました。 無事に帰宅した両親でしたが、この出来事の翌日から、母が高熱で一週間ほど寝込みました。病院にもかかりましたが、高熱以外の症状はなく、詳しく検査をしても原因はわからずじまいでした。そして後日、この出来事を友人に話したところ、数名の友人から同じような話を聞いたのです。 本人だったり、知り合いだったりでしたが、皆があの、ザ、ザ、ザというサンダルをするような音を聞いていました。そして後から聞いたことなのですが、見た目が小さいクリニックのような建物だったので、私たちは通院患者のみが来る病院だと勝手に思い込んでいました。けれど、昔から住んでいる 年配の人の話によると、この病院には入院患者もいて、霊安室もちゃんと完備されていたそうです。そして、病院がまだ運営していた頃には、近くに日用品や飲食物を扱っているお店があって、院内に売店がなかったことから買い物に行く入院患者さんも多かったそうです。これは私の想像の話になってしまいますが、 入院患者さんは、つっかけのサンダルを履いている人が多かったようなので、以前、入院していて亡くなった患者さんが、未だに病院へ出入りしているのかもしれません。この出来事から約10年後に、私は引っ越しをしましたので、夜にあの廃墟の前を通ることもなく、病院自体が存在しているのかもわかりません。もし、今も廃墟があるとして、あの不思議な音は、 未だに聞こえてくるのでしょうか。確認したいけど怖くて触れたくないような気持ちです途中で聞こえた声あれは私が高校時代の時の話です山間部に住んでいた私は高校になってから友達になったこの家に 遊びに行きました。その子の家へはスクーターにまたがり、片道約20分かかります。途中でいくつかのトンネルを抜けて橋を通ります。山間部の田舎町ですから、車の数も数えるだけ。信号なんてもちろんありません。昼間は何回か走っている慣れた道。あっという間に友達の家に着くだろう。 そんなふうに思っていました。目的の友達の家まであと少し、最後のトンネルを抜ければすぐそこです。その最後のトンネルをくぐる前にことが起きました。私の耳に何かが聞こえてくるのです。いや、聞こえるのではなく、頭の中に直接呼びかけるような感じで響いてきました。 助けて。キャー助けて。助けて。ですが、その時は気のせいだろうと、そう思い、友達の家にそのまま行きました。友達とは、彼女がどうのこうのとか、誰が可愛いとか、そんなくだらない話をしました。そして帰り際に、ふとさっきの声のことが気になり、 地元である友達なら何か知っているだろうと思って聞いてみました。すると友達が言いました。お前は知らないだろうけど今ある道は新しい道なんだ。旧道は狭くて一本大きな松が生えていたんだ。そこの松の木に事故でぶつかって何人か死んでるよ。私はびっくりしその子が聞こえた。 詳しい場所を友達に伝えると、ああ、あのトンネルの横に松の木が生えてたろその松にぶつかってんだよ。寒気がした私は、もう暗くなった夜道を一人で帰ることができず、友達の家に泊まらせてもらうことにしました。 生活感のある廃墟若い時に友人と肝試しに行った時のことでしたそこへは遊び半分的な感じで行き幽霊とか全く信じてはいませんでしたそこはずいぶん前に廃墟となった場所で噂によると父親が多額の借金で首が回らなくなり家族を皆殺しにして自分も自殺したとのことです そういった類は信じていなかった私たちでしたが、その場所に着くと、なんだか嫌な雰囲気が立ち込めていました。中に入ると、布団や食器類がたくさんあって、生活感があり、子供の落書きなどもそのままでした。さすがに気味が悪くなってきたのですが、そのまま進むと、浴室に着きました。ものすごいボロボロで、 水がほんの少し垂れているのが怖かった記憶があります。すると友人が変な声が聞こえる。というので、ますます恐怖が倍増しました。耳を澄ましてみると、奥の方で確かにトントンと音が聞こえるのです。何の音かと思い、みんなで恐る恐る奥の部屋へ行くのですが、当然、 そこには音が出そうなものはありません。そのうち音も消えてしまいました。なんだ、なんもないじゃん。と思って、その部屋を離れると、また、トン、トン、トン。音が聞こえてきました。その音はまるで、お母さんが包丁で何かを切っているときの、トン、トン。 という感じの音で、みんなでこれは、やばい、と思い、帰ろうとしました。すると今度は、待って、助けて、帰らないで、と声が聞こえました。友人たちにも聞こえていたようで、一瞬にして場が凍りつきました。走って玄関に行くのですが、扉が開かなくなっていました。 すると、後ろの方で、待って、助けて、どんどん声が近くなってきたのです。ああ、もうダメだ、と思ったその瞬間、玄関のドアが開き、一目散に逃げ出しました。幽霊は本当にいるんだな、と確信した私たちは、二度と肝試しはしないと誓いました。もちろん、この廃墟にも、 その後近づいていてません。鳴りやまない踏切。これは私が大学生時代の時にあった恐怖体験です。大学に入って私と同じような趣味、ゲームや麻雀を持つ S という男性と仲良くなりました。 ちょうど格闘ゲームのストリートファイター2が流行っていた頃です。S は 2DK の賃貸マンションで一人暮らしをしており、学校帰りに S 宅へ寄って遊んでから帰ることをしていました。そんなある日、S 宅へ私と新たにできた友人の T の3人で泊まることとなりました。前期の試験が全部終了した後で、 明日から夏休みという日でしたから、徹夜でゲームをしようってことになったんです。遊ぶなら他人数の方がきっと楽しいですからね。S の家に集合したのは夜20時くらい。ところが問題が発生します。T が S のマンションへ入ろうとしないんです。どうした早く行こうよ。 そう声をかけても、t は、ん、うん、と、はぎれの悪い返事をして、歩みを進めません。当時の男子大学生の一人暮らしなんて、安っぽいボロアパートで、間取りはワンルームとかが席の山。なのに s は、お高めのマンションでしたし、t が気遅れでもしたのかな、程度で、あまり気にもしてませんでした。 しかし、一度 S の部屋に上がってしまえば、そのままゲーム大会へ突入し、深夜1時半ぐらいまで盛り上がりました。いくら好きなこととはいえ、そんな時間までプレイすると、ゲーム疲れが出始め、もう寝る流れです。S はベッドで、私と T はカーペットの上で、ごろ寝をしました。カーンカーンカーン。眠ろうとしてから、 どのくらい経ったのかわかりませんが、踏切の音が聞こえて起こされました。ああ、そういえばすぐ近くに踏切があったな。そう思いながら時間を見ると夜中の2時です。なかなかの迷惑音だな。と思いつつ、再び寝るため目を閉じます。ところがです。この、カンカンという 踏切音が一向に鳴りやまないんです。おかげで眠れず、いい加減目が覚めてきましたし、イラついてきました。うんだよ、この長い踏切の音は。S はよくこんなところで毎日眠ってられるなぁ。そういえばここは、家賃安く借りられたって言ってたけど、この踏切のせいかイライラした頭で、 あれこれ考えます。様子を確認しに窓から外を見てみるも真っ暗です。ここで違和感を覚えました。こんな時間に電車が運行しているのでしょうか終電は夜中の12時くらい。始発も5時かそこいらです。どうなっているのかと思っていると、体を起こした T と目が合いました。 どうやら t も異変を感じて目が覚めたようです。t は口を半開きにして暗くて顔色は確認できませんでしたが、おそらく真っ青だったと思います。お前も聞こえたかという t に私は踏切の音と返事をすると、そう。と答える t。t に促されるまま、 一緒に立ち上がって窓の外へと目をやります。すると、踏切のランプは赤く点滅をして、バーが降り、作動していました。でも、電車が来る気配は全くありません。故障でもしたのかと思って、そのまま見続けていると、踏切のバーの前に黒い影がいくつも見えました。でもその影は、 妙なことに、踏切のランプで照らされているのに、もやがかかった感じで、はっきりとは見えません。んと思って凝視していると、t から引っ張られ、やめとけ、と言われました。t は、多分、今見聞きしているのも、やばいものに違いない。もしあれと目が合ったりしたらやばいから、もう見るな。 時間が過ぎるまで寝るぞ。と言って横になったので、私も横になりました。踏切の音はしばらくなっていましたが、鳴り止んだ後も私は眠ることができず、半ば徹夜状態。翌日のゲーム大会は盛り上がらず、昼間には解散して、帰路に着きました。帰りは私と T の二人だけだったので、 当然、昨晩の話となります。t は S のマンションに着いた時から違和感を覚えていたそうです。t には霊感があり、マンション近くの踏切から得体の知れない雰囲気を感じていたのだとか、なので、そのすぐ近くにあるマンションへ入るとなり、ちょっとびっくりしたそうです。そして夜、やはり違和感の通りに踏切音が鳴り出します。 あれは現実で鳴っている音ではないそうです。後から分かったのですが、S のマンション近くの踏切は、屈指の開かずの踏切として有名なところでした。通りたいのに開かない時間があまりにも長く、事故へ繋がることが多かったそうです。S にはそういった体質が全くないのか、普通に卒業までそのマンションで暮らしていました。 その踏切はもうなくなっています。私が霊的な体験をしたのは、これが最初で最後でしたが、今でも忘れられません。二段ベッドの感覚。小学生の時、私は近所に住んでいる方に譲っていただいた二段ベッドで眠っていました。 上の段は姉が使っており、下の段とベッド下が私のテリトリーでした。ベッドの前は、ちびまるこちゃんと同じように、姉と布団を並べて寝ていたので、完全に自分のスペースとなるベッドをもらえたときは、本当に嬉しかったのを覚えています。ですが、そのベッドを使用していた期間は、小学校3年生から5年生の中頃までと、 あまり長くは続きませんでした。もともと前のお宅で10年以上使用されていたものだったので、老朽化が進んでいたのか、壊れてしまって処分せざるを得なくなったのもありますが、そこで奇妙な体験をしたのです。そのベッドを使い出した時から、私が布団に入ってから眠りにつく直前くらいに、体がスッと と5センチほど下に沈むような感覚を何度も体験しましまた。分かりにくいかもしれませんが、体感的には揺れが少なく動きの速いエレベーターで下に降りるときに最初に体がす,すんっと下るときのような感じです。スプリングの効いたベッドやウォーターベッドと違って底板は畳よりも硬くてしっかりしていたし、 その上に敷いていた布団はちょっと固めな普通の布団なので飛び乗ろうが寝返りを打とうが沈み込んだりすることはありません。初めて感じた時は地震かと思って飛び起きたのですが姉と親に聞いても何もなかったと言われるしニュースを見ても地震速報は入ってきません。そもそも 地震の少ない土地に住んでいたので、当時は地震の体験があまりなく、どんな感じなのか知らなかったのですが、今なら違うとはっきりわかります。起きている自覚があるときには、その感覚はなく、決まって目を閉じてしばらくしてから、夢うつつをさまよっている状態のときに起こりました。同じベッドの上段で寝ていた姉も、もしかしたら同じようなことを感じたことがあるかもと思って、 聞いてみましたが、姉は一度もそんなことはないと言います。試しに一週間寝る場所を変わってもらいましたが、何もないからと怒られ気味に戻されました。ちなみに上の段で寝ていた時も、私は一度だけいつものスッと体が沈む感覚を感じました。その感覚は一週間に二回くらいのペースで起こっていましたが、 別に怖いと感じなかったため、あ、また沈んだなあ、くらいに思って、それからも普通にベッドで寝ていました。ある日、寝る前に読んでいた漫画をいつものように枕元へ置いて、布団に横たわりました。布団の中でうとうとしていると、だんだんと意識が暗くなっていきます。その時はなぜか、ああ、今日また沈みそうだなあ。 はっきり自覚しました。すると案の定、体が垂直にスッと下がる感覚を感じたのですが、その日はいつもと違って、さらに下へ下へと下がっていきます。目は閉じているのになぜか壁と布団が見えていて、そのままベッドの下まで視界がスライドしていきました。ベッドの底板のベニヤとベッドの下に置いていたおもちゃ箱が見えたとき、 やばい。このままじゃ地面の下まで行っちゃうと思って慌てて体を起こすと、そこは普通に自分の布団の上でした。今まで何度も沈んでいたように感じていたのは、せいぜい数センチくらいだったのに、その日は確実に20センチほど下に落ちたと感じたのです。さすがにその時は、 心臓がどんどんと早打ちし、冷や汗が止まらなくなりました。震える手で布団を上から強く押してみても、布団と底板の硬い手応えしかありません。初めて恐怖を感じ、その日は数年ぶりに母の布団へと逃げ込みました。次の日、学校から帰ってベッドを見ると、下段の上半分の底板が少しだけ沈んでいました。 調べてみると、支え板の部分が割れてぶら下がった状態になっていたのです。前日の夜に押した時には割れるような音もなかったし、異常はなかったのですが、もう古いし修理せずに捨てようという話になり、二段ベッドは解体されて粗大ゴミの日に捨てられました。その日以来、私は布団で寝ていても、ベッドで寝ていても、 あの体が沈み込むような感覚を体験しなくなりました。あのベッドが何か特別だったのか、体が下に沈む感覚は、ひょっとしたら幽体離脱だったのか、今となってはわかりませんが、あのまま沈んでいたら、どこまで行っていたのかな、と、少しだけ気になります。